経済産業省が主導した日の丸液晶企業ジャパンディスプレイは債建の柱としていた中国などの3社の企業連合から800億円の支援を受ける計画について1社が撤退すると発表しました。ジャパンディスプレイは経済産業省が主導してソニー、東芝、日立などの液晶部門を統合し、政府系ファンドから 3000億円規模のの資金支援がが行われましたが5年連続の赤字ですこうした中ジャパンディスプレイに対して中国、台湾の企業連合3社が最大800億円の支援を行う計画でしたが台湾の電子部品大手が撤退します。 別の企業から支援を受けるとしていますが、先行きは不透明です。経済産業省の幹部は失敗と言われても仕方がないとしています。